さあ、という感じで Wii の話をざっくりとさせていただきまして、まあ、次、任天堂の携帯ゲーム機の話、はい、DS と 3DS の話をちょっと一緒にしてしまいたいと思います。はい。はい。まあ、と言いましても、今年ね、なかなかもう 3DS がメインになったところもありましたので、うん、DS の話題と言われても実は割と困るぐらいのレベルなんですけど、はい。でもやっぱり本当にね、大ヒットしたゲーム機というのをまだまだね、その力をしっかりと見せつけていまして、ようやく今年日本での累計販売台数がゲームボーイを超えたそうで、そうですね。そうです。世界ではもう去年超えてたんですけど、日本においてはまだまだ、もうちょっとだったっていうところがあったんですけど、今年の3月に、3250万台ぐらいになりまして、うん、まあ実際に超えましたよと。で、北米の方でも、5000万台とか、現時点での累計、売上が1億5000万、ほぼですね、1億5000万台になりまして、うん、海外ではまだね、DS それなりに売れておりますので、発売されてね、もう次の世代にバトンタッチをしたけど、まあ最後のこう、追い上げみたいなところもあるのかなと思ったりはしております。はい。そして、まあそんな中、今年 Nintendo 3DS が2月26日に発売されました。まあ最初ね、まあ初週売り上げとか、まあ良かったとしても、なかなかこう、勢いをつけたいと思ってた中、あれみたいな感じで、ちょっとまあ数ヶ月間うまくいかなくて。で、6月に1回更新をして、ダウンロード専用タイトルが購入できたりする Nintendo eShop なんかも始めて、まあ、そろそろ本番かなと思いきや、みたいな部分もあって。聞こえない。言っちゃいますよ、ここは全部。はい、ね、こう期待してた作品いっぱいあって、待ってるけどまだ発売されなかったり、うん、まあすごいね、某作品が開発中止になっちゃったりとかいうのもあったりして、どうすんのよ、みたいな空気になってた中、まあ7月28日に、まあ値下げを大々的に発表して、あれ1万円値下げしちゃうんですかみたいな話になりました。そして実際に8月17日に値下げされまして、まあソフト自体は別にね、有力タイトルをそこに持ってこれたわけでもなかったので、そんなに一気にそこから伸びたというわけではございませんでしたが、そこからまあ、秋にかけてじわじわ作品出しまして、11月にスーパーマリオ 3D ランド、12月の、まあ、この直前ですけど、マリオカート7が発売されて、ようやくいい数字を出せてこれたかなという状況になってまいりました。はい。まあね、なんかこう、激動の一年だったっていう感じもするんですが、まあ、はっきり言って私は全然まだまだその危機的状況をそこまで感じる必要のない状況だと本気で思ってるんですよ、割と。うん、Nintendo DS も、1年以上経ってからようやく、伸び始めたところがありましたので、むしろ早いぐらいなんですよ、それ。まあ、値下げがやっぱり全てですよね、やっぱり。そうですね。あれがやっぱり一番、うん、大きなニュースですね。聞いたね、あれは。そうですね。でもあれ、任天堂1台5000円の赤字なんで、任天堂史上初の赤字決算で3月迎えそうなんですよね。うん、見えてる、こちらの売り上げ台数とか見えてる数値は、結構景気良くなりそうなんですけど、任天堂の、経済的にはちょっと、厳しいのかなという。うんうん、国内で部品ほとんど作ってるみたいなんで、ね、だからそれだけやっぱりコストが高いらしいんですよね、3DS って。なるほど。まあですからそれはね、赤字商売になる以上はゲームソフトをしっかり売っていく。あるいはまあ年数が経てば徐々に本体のコストも下がってはくると思いますので、まあそこらでもうなんとかね、黒字に持ってこれるところまで粘っていくしかないとは思います。あとはですね、まあ今年も、すごいね、年末、もうやりすぎないんじゃないかと言われてたぐらいに出したとは言われてる一方で、まあもう一歩そのライトユーザーの開拓という意味ではもう一歩進んでほしいなという気持ちが、まあ私の中ではあくまでありましたので、まあそこら辺も来年、2年目に突入しますけど、いろいろとまあ展開してほしいなという気持ちでおります。はい。はい。まあという、まあ本当にざっくりですけど、まあ、ね、3DS、皆さんお持ちでしたっけ？ああ、持ってます。はい。はい、持ってます。ないです。失礼しました。はい、いえいえ。いや、僕は、買い時待ってるタイプなんで、まだ。あ、なるほど。まだそのボーダーラインには達してないってことですね。3DS はやっぱり3D ダウンロードソフトっていうのは、岩田所長がすごくこだわってるみたいなんで、はい、DS ではうまくいかなかったじゃないですか。うん。それを今度 3DS では今度積極的に今度やっていきたいっていう。それでNintendo ダイレクトっていうインターネットの番組やった時でも大々的にプッシュしてましたけど、うん、あれがどこまでみんな買ってくれるのかなっていう気もしますね。なるほど。そうですね。まあ Nintendo eShop、まあいろいろ利用してきましたけど、まあ間違いなく DS の時よりは、まあ比較にならないぐらいにはなりました。で、そうですね。早い段階からね、やってきたよね。はい、そうですね。うん、なので、本当にそうですね。確かに DSiWare とかはだいぶ普及してからってところがありましたし、まあ、他がもうすでにやってるようなことをやってるところもあったりしましたので、そこでまあ Nintendo eShop でしたら、まあ、それこそまず 3DS 自体 3D が見れるというのがあるので、紹介映像も 3D で見れますよとか、うんうん、まあ、一応オリジナリティのある部分もありますし、うん、あとはまあつい最近行われた更新で、まあ、ようやく体験版をダウンロードという部分もまあ出てはきましたし、まあプラスで本当にネットワークもそうですけど、当然インターネット通信だけにこだわってないというのもまあ Nintendo 3DS の方向性だと思うんですね。すれ違い通信やいつの間に通信の仕組みを利用した楽しみの広がりと、まあそれこそすれ違いミニ広場も強化されて、きっとまたみんなやってるんだろうなみたいなまあ予想をしつつ、そういうところのネットワークもまあ大事かなと。まあ本当に何度も言っちゃいますけど、インターネット通信はどこまで行ってもやっぱそのままだと障壁が高いので、じゃあそれを乗り越える手段を用意するのか、あるいはもう全く違う通信の世界を作るかということだと思うんです。まあそういう意味ではまあすれ違い通信なんて全く違う世界の通信だと思ってますので、それはそれでまあこう流れを作ってくれたら、こういいアクセントになってくれるんじゃないのかなというふうには思ってますね。そうですね。はい。ああ、すれ違えた時は嬉しいんですよね、本当に。はい。以前ね、吉井さんはおっしゃってましたけど、こちら、京都でしたっけ？京都のどこかに遊びに来られた時に、ガーってすれ違ってて。そうですね。当時でもあんなだったんで、今、まあもう少し売れた後なりに、なんかそう、都会に遊びに行くとすごいことになるんだろうなとは思うんだけど。そうですね。そうですよね。都会はすごいですよ、ほんと。うん。そう、僕、北海道にいるから、全然そういうのっていうのは多分、学生の、何ですか、学生がよくバスに並んでるところとか行かないと、多分、すれ違わないんじゃないのかな。ああ、なるほど。まあ、私なんかは、ゲームクリエイターとして仕事してる身なので、会社に行ったら絶対すれ違っちゃうので、あんまり参考にならないんですよ、周りの世間的にどうなのかっていうのは。ただ、まあ、本当にスーパーマリオ 3D ランドとかマリオカート7が売れて、で、まああれ全部すれ違い対応してますので、今、すれ違う人間ほとんどマリオカート7なんですよ。最後に遊んだゲームが。まあ、それも含めて、まあすれ違い通信、本体の売り上げもそうですけど、まあすれ違い通信のネットワークもようやくこう、なんかね、本格化してきましたね。そうですね、油が入ってきたかな、みたいな感じになってきたかなというふうには思います。先日のゼルダのコンサートなんか行きたかった。行けばすげえことになったんじゃないかな。僕行きました。どうでした？すごかったです。やっぱみんなリンクの帽子被っていて。いいね。それでやっぱ専用のね、メッセージを、ゼルダにちなんだメッセージを入れていて、はい。はい。非常にゼルダらしいすれ違いを楽しむことができました。結構何十人くらいのステージがあったんですか？やっぱ、100人とか、そのくらいですかね。いいなぁ。やっぱそもそもあのコンサートを行けたのって、ゼルダの伝説時の神な 3D の購入者ですからね。だよね。持ってることが前提ですから。うん。はい。まあ、あれがだいたい、現状で46万くらいっていう売り上げなので、まあ、現状なんでね、これは全然参考にならないですけど。あれは何ですか？100人とかすれ違うと、見広場に100人並んで一人一人自己紹介するんですか？そうですね。ただ、一度には10人までしかすれ違えないんですよ。あ、そうなんだ。はい。そうですね。全部のゲームソフトがそうなんですよ。はい。だから一旦、すれ違い見広場に行って、さばいて。そうですね。はい。で、さらに、10人を、すれ違いの、伝説とか、ピース交換とか、はい。次に移ったら、できなくなっちゃうんですよ、その10人と。なので、それをやってっていうふうに、やらないといけないんですよ。なるほど。最近虚しいんですよ。まあ、モンスターハンターの、まあ、トライ G 今出ましたけど、はい、それの関係で、うちの弟もですね、はい、3DS を買いまして、はい、で、隣の部屋にいるもんで、強制的にすれ違いが起こるんですよ。なるほど。1日2回ぐらい起こってるらしいんだよね。だいたい数時間でキャンセルされる、キャンセルというか、またすれ違います。らしいですね。はい。おかげでさまで、朝起きると緑に光ってるみたいな状態。ああ、なんか楽しみなだったら、緑に光ると、うわーすれ違ったって喜ぶんだけど、最近緑に光っても、あ、どうせお前だろみたいな。はいはい。そういう寂しさもありの。なるほど。はい、あ。だから、なんかこう、すれ違い通信への喜びの感じ方がちょっと、なんか、冷めてしまったというか、落ち着いてしまったというか。だからなんか、意地でもなんかこう、外に出てね、なんか人いるとこに行ってすれ違いたいなっていうのは。そうなんです。だから、都会に住んでない人じゃなきゃわかんないんですよ。僕もそうだし、ヨッシーさん青森だし。はい。やっぱり車でみんな、はい、車で、そう、車社会なんですよ、地方って。あ、確かに、そうですね。そう、僕の北海道も車社会なんで、だからそうなってくると、なおさらすれ違わないんですよね。うん。はい、3DS の今アップデートあったじゃないですか。で、いろいろ強化されて、で、そのアップデートにあたって岩田社長が、もう、すれ違い伝説とか全部やっちゃって、もうやることがないんですよっていう人がたくさんいらっしゃるので、なんか、今回こういうのを用意しましたみたいな。はい。話をしてた時に、お前田舎のやつの気持ち分かってねえだろみたいな。なかなかそこは難しいところですよね。たくさんとか言ってくせにしたけどね。はいはい。まあ、それはね、もう本当にね、今の話を聞いててもですけど、なんというか温度差が本当にどうしようもないというか、本当にわかるんですよ、すごい。私はそれこそまあ、比較的すれ違えてる方だと思うので、はい、絶対温度差があると。もうすれ違い伝説なんで、とっくの昔にクリアしちゃうよとしていれば、なあほなと。いう人もたくさんいる。そんな中ですれ違い伝説2ができました、ピースが新しく増えました。いやいや、ついていけんがな、みたいな話じゃないですか。そう。で、それに対してね、すごい悲しくなるっていうのもごもっとなんですけど、はい、とはいえそうしないと普及しないので。そうですね。何もしないよりはね、やらないと。うん、はい。すごいそれはね、難しいところです。なんかこう、いわゆる都会と地方が、すごく等しくすれ違い通信が発生するような状況っていうのは、ほんと奇跡でも起こらない限り厳しいと思うので。そうですよね。はい。まあね、そこに関してすごい温度差を感じることに、こう、愕然としてしまうというのはもうごもっともではございますが。はい。まあ、なんかそこら辺もなんかやってくれたらいいですけどね。あんまり良くないですけど、極端な話、いつの間に通信を通してすれ違いできるソフトが出てるとか。はい。あんまり良くないですよ、本当は。かなり良くないですね。でも、そういう極端な話でもしないとっていうことだと思うんでね。まあ最低限、本当にふと歩いてすれ違えるぐらいまで広がってくれれば、地方の方においても、言ってくれればいいとは思うんですね。だから、なんかそこを、やっぱり最終的な目標にしてほしいよなと思います。本当に。まあ、都会は、ね、都会すれ違うのはもう当然になっちゃってるので、そこはもういいでしょうって話で。でも都会ですれ違うのを持ち歩けば大体すれ違うよねっていう会話って結構すごいと思うんですよ。まあそうですね。それだけ広がっているということですから。少なくとも DS の時とは比較にならないと思います。やっぱり、それは、本体に内蔵されてるだけのことはありますね。でしょうね。まあ、なので、ね、すれ違い通信ももっともっと広がっていってくれれば、都会が広がれば地方も広がるはずなんで。はい。そこはね、申し訳ないですけど、根気よく待ち続けてくださいとクリエイターとしては言いようがないです。売れてほしいね。本当にそうですね。まあ、それでも今はすごい、ね、急速に普及してますから。そうですね。はい。パートのおかげでも伸び、そしてきっとモンスターハンターのおかげでも伸びてくれるでしょう、きっと。僕はまああんまり深く話すと長くなっちゃうんであれですけど、はい。はい、まあ本当にね、激動の一年を迎え、なんとかまあ年末に流れを作れそうな感じもなって、当然来年以降もね、注目タイトルいろいろともうすでに発表されてますので、そこら辺の、まあ、発売のタイミングにもよりますけど、まあさらなる普及を目指して、まあ、DS のね、もうすごい非常に大きな功績を背負うことが大変だとは思いますが、まあ、及ばなくとも、近づいていってほしいなというふうには思います。はい。まあ、本当にざっくりとで話しちゃいましたけどね、もっと話したいこといっぱいあると思いますけど、ちょっとまあ、はい、時間が時間なんでちょっと割愛させていただきます。はい。はい。